今日は元気が出る話をしたいと思います。心臓病のあやちゃん、私のいとこの話です。あやちゃんは岡山県で生まれた時は普通の元気な赤ちゃんでした。でも成長とともに顔がどす黒くなって、心臓病に4つの疾患がある難病というふうに判定され、3歳まで。皆さんこんにちは。こんにちは。今日は私の人生の時間の中でも贅沢な時間の使い方についてお話をさせていただきたいと思います。私普段時計をしなくていつも携帯電話が時計代わりです。でも海外に旅行に行くときは、時差があったりとか、あと充電できなかったりとかするのでいつも時計を持っていきます。ただ最近ハマっている国がありまして、そこに行くときには時計がいらないんですね。皆さんちょっと時計のない時間に追われない生活ってちょっと想像してみて、普段だとなかなかないですよね、そういう時間って。で、私がそのハマっているのがミクロネシア連邦という国にあるジープ島という島です。聞いたことありますかねって1周、2分、1周2分ぐらいのすごい小さな島なんですけども、多分写真を見た方が分かりやすいと思いますので、これが小さなジープ島です。でもここでも約15人ほどだったら雑魚寝で泊まることができるんです。ただ晴れてるとみんな外のビーチのところにビーチチェアを持ってって、そこにお布団をかけて、で上を見るんですね。でそうすると満天の星空、もうどこを見ても満天の星空なんです。もうまるでプラネタリウムにいる感じ。そうすると天の川が見えたり、流れ星がヒュンってこう通り過ぎていったり、月が沈むのが見えたりとか、ああすごい贅沢な時間だなというふうに感じます。そして朝なんですけども、外で寝てるので、自然と明るくなってきて家でも目が覚めるので目覚まし時計はいらないんです。で食事なんですけども、朝食とかそういう時間が決まってないんですね。で毎朝ご飯ですよってこう遠くからご飯ですよって呼ばれると、それがご飯の時間になって集合してみんなで食事をいただきます。そしてその日のスケジュール、これももちろん決まってないんですね。